こんばんは、和商伝記念すべき第1回放送始まります。和商伝はですね、日本の匠をお招きしてスタジオで生トークする番組です。私はメイン MC を務めさせていただきます、永田真希です。よろしくお願いします。アシスタント MC まず、はい、色彩色部の茜舞です。よろしくお願いします。神谷です。色彩色部では鳥の子色です。よろしくお願いします。はい、末永のり子です。よろしくお願いします。はい、普段は俳優役者として活動しています。はい、はい、でですね、今日の記念すべき第1回目のゲストは池田長政先生です。刀剣研ぎ師、公益財団法人日本刀文化振興協会の評議員、刀装具研究委員会の委員、刀剣刀装具初心者入門講座の会長さんでもいらっしゃいます、池田長政先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、今まず研ぎ師さんってどういう人っていうところだと思うので、ちょっと今日は私書いてきました。おー、大丈夫ですか？皆さん見えます？映ります？私もこういう感じです。はい、こちらは日本刀に関わる職人さんたちをちょっと書いてみました。これ一つの例なんですけれども、ですね、まず刀匠さんっていうのがこの刀を作るんですね、はい、作刀、はい、刀を作るという刀中地さんという、ね、みんな作る人ですよね。まあ、そうなんですけど、要するに刃の部分ですね、この中身です、はい、中身で、ここに研ぎ師さんがいて、はい、ちょっとディレクターって書いてあるんですけど、そうですね、はい、研ぎ師がいて、それで、はい、今刀ちょっと出しますけども、はい、まず鞘がありますけども、鞘作る前に刃ばきというのを作ります。刃ばきで、はい、中入れた時に動かないようになって、うーん、そういうのを作ります。それも白金師というところにお願いして、それで鞘を作る。そして鞘を作った時に今度はこしらえというのがありますけども、はい、それを作るのもお願い、ちょうど、ごめんなさい、その時に鞘下っていうのをやるんですね。こうやって仕上げちゃうと傷がついちゃうんで、それで鞘下っていう下地研ぎをして、で鞘師さん、刃ばき師さん、鞘師さん、それからこしらえ作る時にはそのまま鞘師さんからこしらえの方を作ってもらうという、はい、そう、大体そういった流れですね。そうですね、あと塚巻師さんっていうのがこの今ちょっとないですけど塚巻師ですね、はい、そういう方、こういういろんなたくさんの職人さんの手によって一つの日本刀ができるということですね。いっぱいいろんな方の手に手がかかっているということで、はい、ここでちょっと日本刀は総合芸術って書いてみました。はい、まさにこう一つ一つがすごくもうすごい緻密な作業の連続だと思います。やっぱりちょっとでもずれちゃうと大変なんですか？そうですね、まあ、基本的にこれ鞘なんかぴったりですもんね。そうですね、それまたあと後々ちゃんと説明させていただきます、はい、そうですね、はい、今日は刀装具とかもたくさんお持ちいただいてますし、こちらも、はい、初心者入門講座のような内容でお届けしたいと思います。お、はい、でまず多分一番最初にこの日本刀本物を今日ねいっぱいお持ちいただいてるんですけれども、まず一番最初質問がすごく多いと思うんですが、日本刀って持ってて大丈夫って、捕まんないのっていうところだと思うんですよ、はい、まあ、多分この質問、そうですね、ね、一番多いと思う。それは刀に一振り一振りこういう登録書というのがついてます、はい、これ、これができます、これアップできますか、はい、違うか、きます、きます、はい、これ刀剣登録書の本物ですね。多分あまり、これは先生の刀剣登録書、そこが違うんです、はい、これは刀についてるんで、この登録書がついていれば誰でも持ち歩きできる。へ、これ
昭和って書いてるんですけど、はい、昭和にその登録されてから更新とかはないんですか？はい、更新は持ち主あるいは商売人の方が各この都道府県に何ですか、手紙書いて、それで今度私が持ってますっていうのをちゃんと報告しなきゃいけないんですね。だから買った、商売人のところで買えばそれは自動的にやってもらえると思います。ちゃんとしたところ、持ち主が変わるときにまたそれが名前を名義書き換えみたいなものですね。あ、そうすれば誰でも持てるということですね。一応じゃあ所有者っていうのははっきりしてるっていうことですかね。それを追えばはっきりするはずなんですね。この紙をその登録のところに持って行って、はい、今誰が持ってますかって聞くと、でもそれは多分今は個人情報が無さいんで、今誰が持ってるかはちゃんと教えてくれない。そうですね。ただ向こうの教育委員会で把握してることなんで、これ持ち運ぶときでもこれがあったからといってね、こうやって持っていいわけじゃないですよね。そうですね。このまんま持ち歩くのはちょっと、はい、違反というか、はい、捕まる可能性がありますんで、その時は刀袋っていうのがありますから。あ、これもそうですかね。いや、これじゃないですね。これだとある程度形が分かっちゃうんで。あ、形が分かったらちょっとアウトなんですか。そうですね。あ、なるほど。じゃあ剣道の市内の、そう、市内みたいな。そうです、そうです。ギターバッグとかでも。あ、大丈夫です。なんか仕込みのようになってきて、だんだんね。そうなんですね。あんまりこう露骨に分からない状態で持って歩くっていう感じですね。そうですね。ただイヤイヤやってる人はイヤイヤ用の袋があるんで、それはちょっと形としては見えますけども、うん、その中にしまい込んであるんで、それは持ち歩きは自由です。なるほど。で、あとですね、そのもしお家に先祖代々の刀とか発見しちゃったとか、はい、そういう場合ってどうしたらいいんですかね。一番はまず警察に連絡して、はい、警察が来てくれて、どこにあったかっていうのも今は写真まで撮りますから、その場で警察が没収するってことはできません。それ間違えちゃいけない。あ、はい、写真撮ってどっから出たかっていうのもちゃんと写真撮りますから。へえ、まあ、事情聴取のようにこうどこにありましたみたいな感じで。そうですね、はい、それでそこからじゃあまた登録をお願いするという感じなんですか、ね、そうですね。それで警察来て、今度その場で発見届っていうのを出してもらって、で発見届出すと各住んでいる教育委員会で登録の審査日っていうのがありますから。そこで日本に何本くらいあるんですか。日本にはね、正確には分かってないんですけども、100万本単位であると思います。へー、すごい、ね、まだ多分発見されてないのお家にあるかもしれないです。そうですね、そうですよね、はい、ポケモンと同じぐらい。ポケモン、いや、ポケモン、なんか冒険号みたいな、冒険号、ここにあったみたいな。冒険号、いいですね。なんかこのアイデア、なんか使っていただければ。はい、面白い。もしその家にあった刀剣がこういう登録書とかがついてなかった場合はどうするの？だからその時は警察に連絡して発見届っていうのを出して教育委員会で今度登録審査っていうのがあるんで、はい、その時にこの登録書を発行してもらえるんですね。登録書っていうのはじゃあ結局警察に行かないと作れないっていう。そうですね。警察に、一番は家で見つかった場合は警察を呼んじゃった方が早いです。ああ、来てもらう、ちょっとすぐ出さないと逮捕されるんですか。いや、そんなことないです。逮捕はされません。何もついてないまんまブラブラ持ち歩くと逮捕される。ああ、それこそ銃刀法違反。そうですね、はい、まあでも来ていただけるんですね。呼べばいいんですよ。呼べばいい。お願いします。お願いします。謎の刀剣があったら警察にゴーみたいな。そうですね、警察にゴー。、はい、お願いします。ということで、もし発見した場合はそうです、警察ですね。あとですね、はい、今日何本かこの日本刀を持ってきていただいてるんですけど、形がこういろいろ。そうですね、今4振りあります。今のところは、はい、刀の中で刀、あ、まあ、まず太刀ですね、はい、太刀、刀、はい、脇差し、短刀、これは長さで決まってまして、刀っていうのは60センチ以上。ちょっと見てみます、ね、ちょっといいですか、はい、見てみます。おお、かっこいい。この町っていうんですけど、ここからこの長さが
60センチ以上のものを刀と言います。へえ、しまいますね。これは刀なわけですね。そうです、はい、これが刀。ただまた、はい、持ってたやつ。そうですね、そうですね、はい、で次にこの脇差し、うんうん、はい、これが長さ的には先ほどの町から切先までが60センチから30センチ以上60センチ以内、これが脇差しです。まあ、よくあの大小のちっちゃい方の、そうですね、町っていうのはどこですか？ここです。金色のところ、金色のここのところに後であの出しますけども、はい、こうカクンと一段下がってるんですね。長さが町町の町、ちょっとこのどっから来てるのかな。あ、じゃあちょっとカメラさんで分かりますかね。ここ段差があるんですよ。これ抜かないと分かんない。あ、一応ここでまだちょっと見れるかな、はい、こんな感じですね。ここですね。あ、本当だ、色が変わってる。そうですね、色が変わってるのはこれ刀と刃刃の違いです。はい、ここに段差があるんで、ここは町ですね。ここからだいたい切先までのこと30センチ以上60センチ以内が脇差しです。はい、今日は慎重に、はい、第1回目で、はい、事故の起きないように、はい、こちらちょっとまた、はい、これが担当ですね。担当はもう30センチ以内が担当となっています。これもちょっとツッコミどころ満載のちょっと特殊な、ね、うんうん、はい、担当なんで。何に使うんですか、担当は。担当は人を刺すために。なんか女の人がこう持ってそうな会見でね、ありますね、時代劇です。確かに。でもあとお守り刀とか聞いたことあります。あ、お守り刀、はいはい、それでご信用ってことですか。お守りですから、これちょっとアップできるかな、はい、これすごい特殊なんですね。すごいなんか絵が描いてあるいいですか、はい、ね、はい、こっちも貼ってある、ね、字が見えるかな、なんて書いてあるんですか。ちょっとそうですね、ピントが合わない。ちょっと、あ、そうそうですか、こっちじゃないと合わせれなそうです、ね、俺に合っちゃったよ。まず上にアマテラス大神、はい、神様、神様、あ、はい、そうですね、いい感じですね、はい、アマテラス大神、それから八幡大菩薩、うん、これはあのよく武士の神様と言われている。うね、へと、もう一つは春日大大明神か、はい、春日大明神、神様集めまくったって感じですね。そうですね。はい、仏様ないですね。だから守り方の、そうですね、まど守り、あ、反対が、すいません、いいですか、反対側は不動明王、それとこの助っ人というのは不動明王の化身なんですね、うん、で不動明王に守られている、これだけの神様に守られているということで守り刀に使われている、うん、へ、結構いまだにやっぱ、ね、あの、まあ、武家のそういう風習があったり、子供生まれたら刀を作って、はい、あとのお守り的なものを持たせるとか、あとお嫁に行くとき、ね、あのこういう今多分箱しかないんですけど、箱せこって言って、そこの中に本当は刀が入ってるはずなんですよ。私実はあの着付けやってた時に、花嫁の着付けやった時に、これ開けていいですかって言ったら、そんなの箱しかないよって言って、いやいや、なんかこうやっぱ刀が入っててほしいなと思って、うん、聞いたら今は箱だけですって、それのが流れで残ってます、はい、なんで担当が守り刀なの、脇差しとか言ったらダメ。あ、それはありますよ。あの、あ、昔は子供が元服するときには脇差しとか刀を作ってもらう。一番あの今間違えちゃいけないのは、うんうん、あの昔はお百姓さんでも誰でも刀を持ってたんですよ。あ、で、あんまりにもあの多く出過ぎてて普通にあるんで、それはあとは武士階級っていうのをしっかりするために日本差しは禁止、あ、大小をあの刺してるのは禁止、それが 刀狩りの一番の目的ですね。うん、じゃあなんかこのなんか長いのとか中くらいのにも文字が彫ってあるのとかもあります。彫り物があるのもあります。はい、じゃあもう一本です、これが、あ、いや、これも同じ脇差し、脇差し、はい、はい、脇差し、それが種類、その他にあの薙刀、槍、そういったものもありますんで、ちょっと柄の長い系のものですね。
棒立ちって本当にあるあります。うーん、あ、誰が使ってたんですか、棒立ちって使えるんですか。使ったらしいですよ。へー、あの絵巻物にあるんですけども、よくあの、はい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 、大名行列の中でも大きい方の肩に担いで歩いてる絵巻物がありますので、実際に使ってたと思いますね。はい、すごい。そう、ちょっと今日タッチはないんですけどね。タッチはないですね。すみません。そのタッチとやっぱりこの刀ってパッと見一般の方はよくわからないと思うんですよ、違いが。それが、はい、そっちにあの、こしらえがあるんです。今日、そうですね、タッチのこしらえを両方、その2つお持ちいただいてて、はい、はい、もう一つね、これはこしらえですね。こしらえです。これ中身何ですか。中身は中身大したと思う。こしらえって何ですか。こしらえってあの、刀普段、はい、これにあのこしらえ、すいません、ちょっと今出しますね。まあ、これ普段こういう白鞘の、白鞘、この腰竿って本当にあったんですか。長いのはあったみたいです。へえ。それがあの長い大立ちとかそういうのをちょっと変えたような形だと思います。これが立ちですね。あ、ごめんなさい。で、あのよくあの美術館なんかで刀身をこうやって飾っているのはありますね。はい。それは立ちです。で、刀というのは普通はこうやって刃を上にして飾るもの、そうです。こっちだと刃が下になる感じですね。刃が上になっているのは刀か無名の太刀をまた変えたやつなんですけども、そういうのがあるんで、こういう形で区分してください。刃が下なのが太刀、そうです、はい、でそのために太刀の場合はこちら側に面が入っています。こちらですね。うーん、どうするの。ごめんなさい、こっちですね、逆ですね、それもこっちです。こうですね、ごめんなさい、いい、はい、で面がある方が表になります。面っていうのは名前ですね。うん、後でこちらで見てもらいますけども、はい、あとこれ漆で塗ってあるんで簡単に割ることできません。うーん、あ、そんな丈夫なんですか。いや、丈夫っていうか乗ると強くなる。そうですね、丈夫ですし、うん、またあの綺麗なんで、これ一、ま、回一回割ることはしません。そのために休め鞘といって、こういう白鞘、うん、これ普段入れてるのはこういう鞘ですね。うーん、特にこういう太刀なんかの場ですと、これ籐で巻いてあります。特殊な錦を巻いて、はい、漆を塗って強くして、その上に銅を巻いてまた補強してるわけですね。ですからこれもう割ることできないんですよ。へー、じゃあめっちゃ丈夫みたいな。丈夫ですね。その代わり軽いです。これは軽いですよね、すごい。あの持ってびっくりするぐらい。おそらく実践用のタッチっていうのは実際このくらいの軽さしかなかったと思いますね。あと本来はここは加圧場ですね。皮をなめして、それで漆で補強してやる、そういう鐔を使ってました。でも軽量化されてるって感じですか。そうですね、鐔っていうことはね、はい、軽いですもんね。これはその錦って大体布とか、ね、布ですね。それもやっぱこう軽量化の、そうですね、あと補強ですね。なるほど。太刀と刀だったら太刀の方が頑丈ってことですか。いや、両方とも頑丈ですそうです、ね、ただこの漆塗っただけの鞘よりはこのように銅を巻いて、錦巻いて銅を巻いた、こういう方がずっと丈夫ですね。なんか時代で流行りとかあったんですか。あったみたいですね。へー、そもそもあれですもんね、やっぱ刀のとか太刀自体がやっぱ時代の影響を受けてる。そうですね、あとはあのもっときらびやかなやつは儀礼、儀式用とか、そう分かれてるんで。そうですね、さっきのその用途じゃないですけど、やっぱり昔から伊勢神宮とかそういう神社とかに奉納されてますよね。あの、あれはまた式年遷宮とか別な問題で、それはあの技術を継承させるために直刀を作らせて、であのまた鞘の作りもちゃんとまっすぐじゃなきゃいけないって決まってるんです。寸法も幅も長さも決まってますんで。なるほど。あ、そうなの。きっちりじゃん。決まってます。それじゃなきゃダメみたいな。そうですね。へえ。それは結構各神社にあるものなんですか。おそらくある。一番は式根遷宮とか伊勢神宮とか、そういうところが
あると思います。結構ね、先生はいろんなところの刀も研いでらっしゃったりしてますもんね。あの重要美術品、はい、ね、送りから広光とか、はい、私これちょっと極秘に写真見せてもらったんですけど、すごい綺麗です。またまた後でこれこういうまた刀の刃文についてもまた、はい、多分後々、はい、後々、はい、はい、じゃあその前にまずちょっとパーツの説明してもらった方がいいですかね。多分皆さんあの知ってる方は知ってるんですけど、さっきも羽ばきとか結構難しい用語がいっぱい出てくるので、はい、まずこれ開けます。私、はい、勝利、あの小道具の箱どこだっけ。あ、それはごめんなさい、その下のこれこしらえですね。まずこしらえで、はい、はい、すみません、蓋の方に全部開けちゃってください。これ中は普段はこういう木でできた刀を入れてます。これをつなぎと言います、うん、つなぎ、つなぎ、はい、これもでもちゃんとそれに合わせて削ってるってことですね。そうです、鞘師が全部作ってます、これに合わせて。取れた、はい、すごい。刀身もこういう方、こういう形っていうことですね。こういう感じで中もという、はい、これは普段隠れてる部分ですね、使うの持つ部分ですね、はい、でここがメクギ穴、これを通してメクギ穴、ね、ここを通してあの塚と一緒に動かないようにしてるわけです。うーん、お外れるって書いてあるんですよ、びっくりして、あすっかりあれですね、忘れてました。そうですね、いろいろ皆さん木でできてる剣の刃がつなぎ、はい、開いてるのがめくぎ穴、はい、あとこれがつばですね、つば、はい、それとこれが刃ばきです。刃ばき、さっき鞘に、鞘にかっちり入るようになってきてます。ここが要するにストッパー的なこうあれです、そうですね、なる感じですね、はい、とこれはあの切羽と言います。切羽、はい、もう一個切羽あったりもここにある場合、はい、それでまだ多いですからね。で、つばを入れて、で切羽を入れて、まあ大体わかると思うんですけども、これで入れて、ガチッと入れて、めくぎを、めくぎを入れて。カチッと入れた時にもう動かないから切羽詰まるっていうのはここから来てますね、うん、切羽詰まる、よく言いますね。でも動かないよ、どうにもなんないに、ね、気持ち動かないのが切羽詰まる、なりたくない場面ですね、ちょっとね確かに今切羽詰まってまさに。もしこれが外れちゃったらもうバラバラになっちゃうってことですか。バラバラにはなんないですね、あの折れますけどそんなすぐには外れないです、中に入っちゃってるから。あ、そっか、なるほど。これ竹でできてるから意外と強いんですよ。実践用には金具で作る人もいますけども、うんうん、まあ普通はこういう。そこが語源なのか。あ、切羽詰まる、切羽詰まる、切羽ね。あと多いですもんね。多いですね。あとこれを目抜き。目抜き。目抜き。これしてある。これかな。はい、まあ、名前。今ちょっとこう。塚巻きの下に普段埋もれてちょっと見えづらいんですけど、うん、本来はこういうちっこいの、あー、それもそれも、これ回ってるやつですか、うん、そうですね、これこういう目抜きっていうの、はい、カメラさんアップできないですかね。まあちょっとこれ、はい、あのいろんな多分形があって、そうそう、はい、これあの竹とスズメと3匹の丸に 3匹、これはあの伊達家のもんですね。これちょっと伊達家由来の、伊達家由来のものですね、こしらえだそうです。なるほど。お家によっていろいろ形が変わるってことですか。あの門がね、この門が、ね、あ、喜んでますね。伊達家の目抜きって言ってた、そう貴重ですけど目抜きだけじゃないですよ、はい、まあ、必ず、まあ、門が入ってるってわけではないんですよね、はい、そうですね。これには伊達の門が入ってる、入ってます、ちなみにこれ他にもありますか。頭にも、はい、頭と言いますけども、頭は、ね、頭、これ切腹しそうな勢い、頭、縁と頭、縁頭、はい、揃ってて、ここにもやはりちゃんと、はい、
門が見えます？門を見せたいですね。あ、家紋がここにも入ってますね、はい、お、うん、すごい合ってきましたね。なるほど、はい、先っぽが縁、はい、あ、違う、頭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 、はい、口と頭の文字かな、どういう感じですかって感じ。頭、頭です。頭、頭で出てるっぽいですね。頭で頭、はい、でここの部分が、はい、つばになっちゃってる、つば、うん、に、つばに合ってますね。すごい綺麗、うん、伊達の門が、そうですね、はい、ぴったし、うん、はい、あ、よく見えますよこれね。見える、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 縁と言いますけども、はい、縁にも、うん、あ、ありますね、うん、縁と頭、はい、頭と頭、頭、はい、あ、漢字ありがとうございます。縁はどの部分ですか？ここです、はい、これですね、あ、この黒い門が入ってる、はい、もうちょっと下、ね、このどこ、カメラさん、なるほど、はい、ここの、ここですね、私の指合ってますか？合ってます。黒いところ、はい、ツバで、その金色のが幅木、はい、もう見えますね。これが石破ね、はい、石破、石破、あ、石破、金色の下のが石破、石破ですね、石破が上と下にあります。縁は何でできてるんですか？これは、あの、はい、尺銅って言って、銅、銅と金の合金です。これ作る方も葉巻を作る方と同じか、また違いますね。また違うんですね。赤道ですかって聞いてます、ね。あ、そうです。そうそうです。赤道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 。へえ。なるほど。あとこの面積。あ、ごめんなさい。おお、でかい。おお。これちょっと今気になったんですけど、ツバもこれすごい結構あ模様があるんですよ。模様がちょっとこれちょっとわかりますかね。映るかな。すごい映るかな。多分すごいなんかこう息というかこの、あ、ちょっと映んないですかね。か角度つければいける、結構ちょっと角度で、まっすぐの方が、ね、光、光ですかね、まっすぐの方が多分見えやすいと思う。あ、見えた、見えました、見えました、ほら、ほら、うっすら何か見えます、ほら、そうなんですよ、すごい綺麗なんですよ。あ、見える、これはすごい見えますね、お花、そうそうなんです、こうやって見えるかな、あ、そうですね、綺麗ですね。あ、テステン、テステン、あ、さすが。これ草らしですよね、うん、草らし技法って言って、はい、はい、腐食させてます。わざと腐らせて、これ金属を腐食させて、そうです、あ、なるほど、すごいですね、綺麗ですね、これ、うん、腐らせることによってこの模様が出てくるんですか？そうです、へー、すごい。でも意外に多分これ気づかないですよね、こう自分しかわからない、そ う,、ね、はい、そういう、ね、なんかこういうおしゃれみたいな。ツバに穴を開けるのは軽量化ですか？これですか？いや、これは、はい、これですね、ちゃんと意味があります、別にあります。これが、はい、小塚郊外、はい、小塚と、あ、小塚と郊外ですね、うんうん、これサヤのところにポケットに入ってるんです。なんかこれがペーパーナイフ。ペーパーナイフ。ちっちゃいの出てきた。これは何を切るような？これはあの紙を切って、紙を切って。本当にペーパーナイフ。ね、ペーパーナイフ。紙、紙も。果物とかも剥いてるのか。言ったけどめっちゃ効果ですからね、これ。で、こちらが郊外。あのかんざしみたい、昔、はい、あの武士髪長かったんで、そうですね、それで頭かいたり、あとこっちについてるのが耳かき、耳かきも入ってるんですね。でもすごい短いけど短いこれ耳掃除できるのかな。確かに耳掃除、耳かきですね。刀抜かないと取れないんですか？いや大丈夫です、そのためにここは穴開いてる。あ、そういうことだ、そのための。なるほど、郊外とこのポケットに入ってますね、はい、また入れておきます。まあ実用的でもあったってことですかね。そうですね。すごい面白いですね。面白いんですよ。でまたこれ、あ、これ拡大できるかな。あ、ここにも門が、門が入ってるし、ここまでは見えないかな。アップアップ。おお。もう見えるんじゃないかな。
見える、ね、ちっちゃいねプツプツを打ってあるんですけど、あ見える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 っぽい、プツプツわかります、プツプツってどれ、これボツ黒いのがポチ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 、あーと突起状になってるってことですかね、そうですね、7個、あ7個、魚の魚の子って書いてある、魚魚子、魚魚子で、はい、魚魚子、魚魚子、そうです、うん、7個、ちょっと彼漢字出せる人いますかね、うん、魚子で7個、そうなんです、魚魚辺に子供の子、違う違う、魚魚書いて、あとちょんと同じでくっていうみたいな書くじゃないですか、これ多分近くで見るとこれ人乗っててこうやって打ってたってことですか、そうです、すごいですね、まあ、次回今度金工科の先生が来るんでよく聞いてもらうと分かると思うんですけど、ね、みんなスクリーン、そう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 、はい、正解です、ありがとうございます、ありがとうございます、なんかこのスクリーントーンのようなね感じなんですけど、これを人の手で一つ一つやってたっていうことがすごい驚異的な、はい、ねこれ職人技ですね、今でもやっぱりされるんですか、こういうやってますね、あただここまでできる方はもういないと思います、あそうなんですね、はい、やっぱこれ技術的に、これは 7個っていう人が持ってたってこと、いやいや面白い7個師っていうのがいて、うんうん、これ専門の職人さんってことですか、そうですね、この手が作ったってこと、いやこのポチポチがずっとあるんです、これ多分ちょっと7個の中でもこれ精密な方だと思うんですね、細かい方ですよね、ペーパーナイフが一緒になってるのは、ね、血を拭う、はい、なんて書いてある、血を拭う髪を切るためですか、ああそういう場合もあると思います、ただ昔よく草履切れたりすると小より作ってあすぐね直しました、そういうためにもあるし、あと、そうですね、昔はね文を書くときもやっぱり紙を切って、うんうんうん、長い大きいまま書かないですから、うんそういうときも使ったり、なるほどなるほどね、万能ですね、そうですね、それでさっきのツバの穴はペーパーナイフ取り出し、ここがこうやって入る、ぴったり取りやすいかもしれない、これだけで取り出せたり、これを取らずに刀も抜けると、うんうん、これこうやって取り出せば、取り出せる、すごいって書いてある、すごい感動してるこっち取るの難しそう、こっちはもうこうやってあ、そっちで取る、ちゃんと別に機能するようにっていうことですね、刀抜いたらこれ出ないですもんね、刀抜いたらちょっと出しにくい、危ないですよね、手切っちゃうし、そのためにもこうやってすぐ出せるように、すごいな、こっちがこっちがか、ちょっとごめんね、はい、こっちがこっちが大丈夫、切れないからちょっとやってこうやって出す、うん、面白い、まあそんな、うん、そんなところですね、へ、便利にできてるんですね、そうですね、そうですね、どの刀もついてるんですか、うんうん、それが聞きたいです、まあ、やる人はほとんどつけないですね、邪魔になっちゃうんでね、これとか太刀とかもあんまついてないですよ、太刀はついてないです、時代のあれもあるんですかね、はい、鞘に3つ穴があるということですか、そうです、そうですね、はい、これ鞘の方ちょっとどんな感じか、鞘、はい、はい、こう出してこうポケット状になってるってことですかね、そうですね、これ意外にほんとここまで見る機会ないですからね、こっちの方が分かりやすいかもしれないですね、うん、あそうですね、結構こういうポケットもあって、あ、はい、ちょっと作業で分かりづらいですけど、うん、ポケット、うん、そうですね、こうやって人が、ね、側面から穴になってるんですね、うん、はい、そうですね、これでもこの辺まで削れてるってことですね、もうここまではありますよ、この長さちゃんとありますから、そうじゃなくて入れないですよ、そうですよね、こどうやって作ってある、細い中でものすごい仕掛けがいっぱい、これかぶしてあるんですけど、ここのところをね、あそうなんですね、で中下削って後からかぶす、うーん、これもその測る専門の人がいるんですか、いやこれ作る人専門で、鞘師ですね、鞘師さんが今は鞘師さんがこしらえ下地っていう形でこの鞘師さんですね、でこしらえ下地を出し作って今度塗り師に出して、はい、今塗ってもらう、うーん、
まあ、ちょっとおまけで螺鈿とか書きましたけど、こういういろんな細工をされる方が他にもまだいらっしゃったりとか、ね、刀一刀を作るのに何人の職人さんがここの、まずこれだけじゃないんですよね。これだけじゃない。こういう付随のものは立ちや大立ちなどにはついてないです。にはついてない、はい、かぶせてから漆塗りして一体化ってことですか。そうですね、また貼ってありますけどね、ちゃんと漆だけでついているわけではないです。それは何で貼っつけてあるんですか。多分即位って言ってあの米を、うん、あの練った、うーん、まあ、白菜もそうなんですけど、だいたい米をのあの練った海苔でついてます。それと白菜なんかの場合はすぐ割れやすいんですね。っていうのはあのやはりずっと入れたままでも錆びますから。そうなんですね。それで錆びが今度鞘の方に移っちゃうんですね。あ、そうするとこういう塗りのやつですと割って脇差しについているのですか。あ、いや違います、これは刀です。刀の、はい、こんな刀についてるのもあります。刀があります、ね。ついてるものとついてないものだとどっちの方が普通っていうか一般的なんですか。一般的、それはちょっと分かんないですね。ただあんまりこっちの方が工賃高いですしね。そうですね。またこれ自体も高いですから。これ作ること自体がやっぱりすごい高額になると思うんですよ。じゃあ当時はお金持ちの武士が持つのが結構多い。そうですね。まあ武士っていうか町人でもすごいお金持ちの町人、豪商豪農、そういう人たちが作らせたと思いますね。刀と呼ばれるものにだけつくものだったのですね。そうですね。あ、でも脇差しにもあるってことですか。あ、脇差しにもあります。脇差しと刀にあります。なるほど。じゃあ担当と大立ちと太刀には担当にもね、あります。あのお茶するときなんかに割り口外なんか入れる場合もあるんですよね。何を入れる。割り口外って言ってあのお箸みたいなやつ、お箸みたいに使うやつ、そういうんで使う作る場合もあります。それもやっぱ基本お金持ちの人が持つの。多分普通の人じゃつ。そうです。これ自体が、ね、持てないですかね。作ったら基本的に高いっていう。そうですね、はい。華やかですもんね。この家紋とかもいっぱい入ってたりとか。そう、これはもうほとんど伊達家のもう本筋の大名でしょうね。我が家の町人雑誌にはついてないですでも刀があることがすごいですけど。そうですね、あること自体がすごいです、ね、でも脇差しは確かに私もそんな見ないかなと思う。あの脇差しについてるものってやっぱ刀の方が多いんですかね。そうでもないですね、はい、刀でついてないのもありますね。あ、そうですね、はい、でちょっとさっき面白かったね、何かことわざ、ことわざ他にも鞘とかもいっぱいありそうです。そうですね、鞘、はい、例えばこうやってね、はい、あのタッチがあるでしょ、はい、タッチがあるからごめんなさい、はい、刀が、はい、まあ温熱用だから入るかな、ちょっとすみません、気をつけてね、出すから開きますよ、開きますよ、はい、ね、じゃあこれに入れちゃおうか、うん、入れちゃいます。わお、ああ入らない、入らない、なぜか、はい、反りが違うでしょ、反りが合わない。ああ言いますね。こんだけ反り違っちゃうから入らない。あ、なるほど、ね、なるほど。じゃあ元の鞘に収め。ああ元鞘、ああなるほど、ね、すごいすごい。それとあと、はい、担当なんかにはまあ出し目抜きって言ってこういう目抜きを出してつけてるんですね。あ、装飾的なもんですか、ね、はい、すると昔の大名なんかこうやっておしゃれにこういうのを出してるんですよ、うん、で、部下たちが来た時には絶対大名の先輩 の、 大名の顔を見ないように、大体おへそのあたりを見てるんですね、うん、絶対目を合わせない、うん、そういう作法だったんで、そのとここを見ると一番目立つところにあるのが目抜き、そこから来たのが目抜き通り、ちょっとさっき目抜きアップできなかったんでちょっとアップしてもらいますか。はい、これだいたいの塚の部分についてる、はい、ちょっと塚の部分に使ってます。こういうところについてるんですね。さっきの門が入ってたっていうのもここにも入ってますね。ここはい、
まあ、こうつかまきの下に隠れたり、まあ、そうやって出すこともあるけど、ね、よく見えますって感じ、はい、結構目抜きすごい可愛いというかね、デザインが、そうなんですよ、おしゃれなんですよ。これカニなんですけど。あ、カニなんですか。へえ。見てもらうと分かる。それは何のために使うの？おしゃれ？おしゃれです。おしゃれ。うん、昔はあの、はい、目抜き、目抜きって言って、はい、ここに本があるんですけど、こうやって根があるんですね。ああ、ほうほうほう。こっちみたいな。ええ、こっちで、でこれも一応オスメスになってますけど、昔は刀を通してあここで止めてたわけです。なるほど、ちょっとボタン的な感じですかね。うね、ここカニの他に何があるんですか。まあ、いろんなのありますね。はい、ちなみにこれは門ですね。門がありますし、門があるし、こういう伊達家の門。カニ、カニはなぜかっていうと後ろに下がらないっていうんでよく使いますね。あ、横に歩くからってことですか。いや、あの後ろ下がるんです。横いいですかね。横は横に逃げてもいいんだけど、ま、前にも歩かない気もしますけど、まあ、滑り止めにはならないんですかって書いてある。あ、それもなりますね。なる、はい、結構ここちょうどね持つ部分のところなんで、はい、大きさ的にもね、はい、帯止め昔はちっちゃいです。今大きいのかな。大きさも結構いろいろってありますね。こんな大きいやつもあります、ね、ああそうなんですか。人気のあるなんか目抜きのデザインとか、まあ、竜とかお花とかもありますね。獅子とか竜とか、あ強そう、はい、やっぱり縁起に。そうですね。あと結構お花のものもありますよね。ありますよね。で結構カニはレア。カニはそうでもないですよ。カニも多い、多いけど、まあ、そこまでまあ面白かったですね。時代によってその流行ったデザインみたいな、多分好みあるかもしれないね。あるよ、流行りとか。先生の一押しの目抜きは。一押し目抜きはね、私持ってないんですけどね。やはりご、まあ、後藤家っていうのがあるんですけど、その人もやっぱり友情のですね、友情っていう初代の目抜きが私は好きですね。どのような。それはあの伊達天。伊達天、伊達天、どういうことですか。どんなにかけてる。あれですね、鬼を追っかけてる、はい、足早かったんですけど。そうですね、非常にそういう伝説の、なんかそんな人型っぽい感じの目抜きもある。あります。風神雷神みたいなのもありますね。風神雷神、あと武神というか、あの昔の物語の群れ高松とか、あと八島の戦い、あと宇治川の先人とかね、シクロビキとかいろいろありますけど、そういうのをモチーフにした目抜きもあるっていう、はい、それは茶人ですね。あ、すごい、あ出てきました。今牛ですかこれ。違う、牛じゃない、これ紹介。紹介ちょっとこれアップしてもらっていいですか。見えるかな。見えますかね。ちょっと見づらい。人が描いてるんですけど、書を描いている図ですね。はあ、細かく分かった。座ってる人ですか。そうそうそう。あ、なんか黒いのが人の体。また来た。これすごい。これは、え、かわいい。これは生地ですね。ああ。生地見えるかな。生地だ。お、また来た。尻尾がかわいい、ね。ね。あ、これわかりやすい。これかわいい。これかわいい。これ欲しい。これタニシ。あ、タニシ。ポケモンっぽい。細かい。なんか本当。これか。これ生地ですね。刀剣語ができそうな。刀剣語できそうですね。これね、見えないけどね、はい、大黒さんみたいな。ここにね、大黒さん、大黒さん、この木端目つって、ここの際にね、目を彫ってるんですよ。はあ、これアップでも見えないぐらいの。これは見えないですね、多分。緻密すぎて、多分これアップにしても多分きついかな。これこっちでいけと。こっちでいけと。あ、じゃあ、あの、ちょっと切り替えます。あの、特殊な今日、あのカメラを持ち込んでいただいてですね、おそらくこれなら、すごいレベルの緻密なものまで見えるであろうという、特殊なカメラが、はい、今ちょっと準備中です。これですね、なかなかこの、繊細な彫りですかね、これね。見えますか。どれも本当に細かいですけどね。指紋の大きさで分かるぐらいの。ほら、あ、見える、見える。見えるんじゃないかな。あ、見えます。こ
これ字が書いてありますね。なんて書いてるんですか。そうですね、明るいって書いてある。明るいじゃない。明るいって書いてあるんですね。でもう一つ、もう一つ決め抜きある。今ここに鳥鳥記事のつい。大体ついなんですかね。ついになってます。ですよね。今もう一つこういうこの片割れを。片割れが。ちょっと準備してもらってますけど。はい、あ、ちょっとデザインが、はい、形が違う。違う。あ、違う。可愛い。これちょっと全部。これがオスメスになってますね。なるほど、つがいなわけですね。うん。うん、可愛い。可愛い。ちゃんとなんか足とかも。細かい。あ、すごい。足の先までこうちゃんと持ってますよ。そうですね。ごめんなさい。綺麗で、もうちょい、すごいですね、この繊細なこの、はい、はすごい。これ春秋っていう作者で、はい、石黒派で、今ちょうどあの、そう、ちょっとチラシ、あ、今ちょっと出しますね、これですね、貼ってる、はい、あ、今、切り替えないように切り替えないと、はい、石黒派の世界。これは東京博物館ですね。そうですね。代々木の。はい。はい、この、やっぱり鳥やってる正明って人の弟子、お弟子さんです。うーん、春秋っていうのは。うーん、これは刀の職人さんとは別の職人さんが。それはまた、金工家の方で、はい。これ今ちょうど会期中っていうことですね。はい、やってますね。10月30日まで。はい、やってます。これ、あの側面の字ありました。これそうだね、これで見えるかな。ほんとすごいですよね。肉眼でもこれ見えるかどうかレベルの。そうだね、うん、春っていう字のこっちが、あ、こっちに残っちゃった、ごめんなさいね。春も、春もちょっともうちょっと、春は見えないね。春秋ですね。春秋。ああ、見えてる人もいる。あ、これで、これではなんとなくわかる。あ、わかります。なんとなくこう手作業。手作業。こう手作業ですよ。手作業。それでまたこれが本当の闘争か。むしろこう手以外でできないんじゃないかっていう。これ作るのにどれぐらいかかるんですかね。それは作家に聞いてください。ああ、またこれもまた、ね、すごいレベルでの本当にこの、これ親子ですね。あ、さっきのがオスで、メスとあと子供、子供がちょこんと可愛いですね。可愛いですね。ちゃんと目も彫ってあるしね。細かい本当に。これが日本の技術ですね。すごいな、素晴らしい。で、今よく言われてる長技工っていうんですか、はい、明治の長技工、その代名詞になってるのがこのこちらの、また違う、これこちらの、あ、そうですね、もうちょっと、はい、手元カメラ、タニシ、タニシと貝、貝ですね。タニシとひょこんって出てるのは何ですか。シジミです。あ、川のいる貝の、そうですね、はい、これは何かの遠隔付き、いや、それはどうなん、ちょっとその辺はまだ調べてないのか、なんですかね、名産かもしれない。それでこれもやはり楽しみ中も結構ありますよね。木端、木端って言いますけど、こちらやくみ、そうですね、やっぱりこんなにいろいろすごいから日本刀は大切にされるんですね。てか、まあそれだけやっぱり手をかけてたいものだったんですよ、ね、夏尾っていうひらがなで名前書いてあるし、字が書いてあるんです。加納夏っていう明治の長技工の代名詞になっているような人ですね。まあ名みたいな感じなんですかね。すごい、これは名です。な、なでしょう。まあ、すごいところにこれ名。これすごい何ミリですか。すごい。何ミリのところに彫ってますよね。そうですね。これがな、ひらがななって読むんでしょう。そうですね、ひらがななですね。な。すごい、謎解きのような場所に気づかないですよ。この手の大きさから見てもこの字の大きさって分かると思うんですよ、うんうん、この貝の模様ですね。あ、細かいですね。貝だけに細かい。
まあさっきの春明なんかでもやはり明治の超絶技巧のまあ先駆者というか、これでいくらなんやろ、いくらなんでしょう、まあそれはいくらでしょう、クイズ、これね、ハウマッチ、ハウマッチ今でも買えるんですか、買えますね、会場の皆さん、ハウマッチだってその当時はでもこういう 金貨とかですよね、金貨、金貨もあります、夏っていうのはその日本の金貨を作った人ですね。あ、そうなんですね。そうです。で、それをあの日本で金貨作りたいっていうんで海外から技術者を呼んだんですよ。うん、で、たまたまっていうか夏っていうそういう人がいるっていうんで、その人の技術をその人に教えようとして多分連れてこられたんですね。で、実際にやらせてみたら夏尾の方が断然うまいんで。夏をやるじゃんってなって、夏をやるじゃんってなって、俺にもできねえじゃん、でもうすぐ帰っちゃったらしいです。あ、そうなんですね。そうですね。なるほど。こう逃走具もうずっと見てても飽きないぐらいの、これやっても時間が、そうですね、もう端折って刀いっちゃいますね。そろそろ刃物いきますか、あの刀の方、多分皆さんお待ちかねかなと思うんで、ごめんなさいね、はい、しまっちゃいましょう。ちょっと、これは誰か、終わっちゃうのですね。しょぼーん。逃走具見たいですか？結構逃走具好評、ま、かわいいから、ね。かわいいですね。時間あったらまた。時間あったらまた後で。はい、また。そっち置いちゃって、はい。あ、処理。もう本当はこれ切りないですもん。つばとかもまたっていうのがあったり、うん。ちょっとね、またお持ちいただいてるのもいろいろ。あ、そうだね。はい、また後で。なるべく時間取ってやりたいと思います。時間短いやろ。これも袋入れといてください。はい、でもちょっと今日は多分おそらくこれをね、もう1時間か、早かったな、1時間経ったの、もう1時間経ったの、早い、ちょっと早いですね、はい、今日はでも多分皆さんお待ちかねのこの次回はいつだろうあのちゃんとあのお知らせあるんで待っててくださいね、リクエストがあれば、はい、あ、何か質問とかありますか、このままで、はい、会場の皆さんでもこれ聞きたいとか何かないですか。あ、素材って何ですか。素材、これは目抜きのです。目抜きはこれ金です、さっきの金、あの金、ゴールド、ゴールド、この黒いのは、この黒いのは鉄と、はい、そのタニシが鉄で、このシジミが銀です。へー、細かい、違うんだ、金銀だ、あ、本当だ、本当だ、そうですね、裏も細かい、鉄はないよね、うん、あ、そうですね、で、さっきのこのこれは、あの、はい、人のやつですね、金に色絵って言って、あの尺銅とか渋い地、金は柔らかいと聞きますが大丈夫なのですか。大丈夫です、それ、あの合金にしてあって硬くなってます、うん、ああ、そうやって強度をつけて丈夫にしてるか。そうですね。あと摩耗性がね、あ、どうしても、金柔らかいからすぐ減っちゃうんで。ああ、気づいたらなくなってたみたいです。で、目抜きの人気素材的には金がナンバーワンですか。あの頼む方によると思うんですよ。ああ、好みが。お金があればやっぱり金で作らせます。安いのだと。安いんだと素赤って言って銅ですね。ああ。刀に質問なんですけど、はい、あのこの白鞘、白鞘、はい、これ白鞘、はい、とあのちゃんと漆塗られてる、はい、あれの違いは何かあるんですか。用途というか、用途っていうのは使わない時にはここに入れとく、まあ、これあのパジャマ、部屋着とかパジャマ的な感じですかね。ルームウェア、ルームウェア、これジャージ、日常着、ジャージジャージですかこれ。そんなこういうね、まあ、白鞘ちょっとテレビのこういうのがこれやめた方がいいと、結束バンドで止まってるこういうやつですね、こういうやつがその要するに白鞘で残儀みたいな、はい、お部屋に敵が来たら白鞘で戦うことになってしまうのでしょうそういうこと大丈夫ですかね。でも白鞘でもまあ受けられるんですか、攻撃とかは。受けれると思いますよ、それは腕次第だと思いますその刃自体は同じだから、その防御とかの問題ってことですか。もうできると思います。そうですね、要するにこれがあの、うん、そういうルームウェアで、うんうん、装いきがドレスとかがそのこしらえ的な、
このまま持ってる人もいた。なんかそうですね、チャラ男みたいな感じ。まあ土星人とかよくね、映画で出るのは映画でよくある、うん、多分そのイメージですね。だからこれじゃあ1本だといっても、こしらえは何本かあったりとかもするってことですか。そうですね、いろいろ変えて、あのおしゃれでいろいろ装いを変えてたって人もいます。今日は赤にしようとか、そういうような感じの。今日は着物がこれだから、そういうあれですかね。そうですね、面白いな。面白いですね。面白いですね。なんかどんどん知らないことがいっぱい、ね、名前みたいな感じ。そうですね、そんな感じなんですかね。まあ多分一つのこしらえって結構高価なので、度数もですか。また後で出すかもしれない。そんなにたくさんね、こうだから作れる方って、まあそんなね、誰でもいっぱい作れるって、ね、やはり値段かかりますから、ね。度数にもこしらえがある。度数、それは都政人に聞かなきゃ分かんないですね。それ多分好みですよね。そうですね。もしその当時お金がない町人だけど、刀を持ちたかった人とかで、そのこしらえを作れなかった人はこのまま歩いてる人。いや、あのやはりこしらえっていうのはちゃんと作ってますね。よくあのお土産品っていうのがあるんですけど、やっぱり質の悪いこしらえで、もう決まりきった目抜きとか決まりきった縁頭、大量生産してましたから、それをつけて安く売ってたっていうのもあります。あ、自由的な感じですか。そう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 。ユニクロよりも、ユニクロよりも安い。じゃあこのまま持って歩いてる人は、この普段着っぽいのがかっこいいと思って持ってるっぽい。いや、多分あの刺しても怒っちゃうでしょ。映画の世界止まるところがない。現実にはあんまりいない。いないと思います。なるほど。じゃあフィクション限定のおとぎ話ですね。これで歩いてたら、まあ、これ懐に入れ、これくらいだとね、懐に入るから、あとは一時流行ったのは、明治に流行ったのは仕込み杖って言って、仕込み杖に杖に見立てたこしらえで、中が刀っていう。今それに禁止ですから。あ、禁止ですか。今はないです。それこそ銃刀法危険です。そうですね。私には刀の登録者は作ってくれない。つかないです。要するに今登録っていうのが取れるっていうのは、美術品として認められてるってことですもんね。じゃあもし実家にそれが出てきちゃったら、警察を呼んでも回収されちゃう。どうなんですか、ね、っていうか没収されると思いますよ。だからこれを文書で書いてもらって、これも廃棄してもいいですよっていうのを書かされるんです。要するに武器と認められたらダメってことですよね。ダメですね。登録取れないっていう。ザトウイチのやつは仕込みがたな。仕込みのこしらえ。ああいうやつ。時代劇はダメですか、ね。気持ちはわかりますけど。はい、じゃあそろそろ行きますかね。もう大丈夫ですか。はい。じゃあちょっとお待ちかねの。はい。波紋というか、はい、はい、ための、まあ、そうですね、実用性もやっぱりあるとは思うんですよね。見た目もですけど、ちょっと危ないですよ、はい、ちょっと今抜きます。はい、おお、キラキラ、はい、じゃじゃん。これはいつぐらいの刀ですかね。これ鎌倉時代の刀。鎌倉時代、はい、の刀ですね。刀です、はい、先ほど刀というか太刀を切っちゃったやつですね。あ、すり上げみたいな。そう、はい、すり上げた感じですかね。流すとちょっと時代後になって。こっちは危ないから気をつけて、ね、はい、まだピント合ってないか。はい、まだちょっとそうですね、この子は元は太刀だったっていうことですか。はい、そうそうですね、太刀を、あ、今ちょっと切り替えてもらいます。あ、まだちょっと待って、まだですね、ちょっといい、はい、今ちょっとまたピント合わせ中です。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、ここで、はい、お願いします。そろそろ OK みたいです。はい、これですね。少々ちょっと待って、これですね。はい、でなんかこれはちょっとつまようじないよね。つまようじないよね。これで刺しちゃっていいのかな。すいません、竹串でもいいんですけど。竹串、太刀を切るのは刀に何かあったからでしょうか。そうですね、そうですね。何が起きたんですかね。サイズに合わない。あ、持ち歩くサイズに合わない、うん、やっぱ時代によってこう戦闘スタイルが変わったりとか。そうです、やっぱ太刀の時代ね、馬に乗って戦が多かったり、
それがだんだんやっぱり江戸時代になるとそういうのなくなって、対等って腰に刺すようになった時にやっぱり不便だったりとか、なるほど、太刀より新しいのが刀ってことですね。そうです。いや、た、微妙なのところもありますけど、流れ的には昔はあの内刀っていうのもあったんですけど、あとまあ好みとかもあるでしょうね。ありますね。これちょっとうち使うには長すぎる。すぎる。あ、すみません。はい、そのようにはい、あ、溶きすぎて短くなっちゃった。黒い字が、ね、2個の白いね、はい、もう独特の日本刀なんですけども、なんかコメントが来てて、ということは昔の太刀が太刀の長さのまま残るっていうのはすごいんですね。すごいです。そうですね、本当そうですよね。本当すごい。シュールライトに、はい、はい、ちょっとここで、はい、はい、あ、何か違う絵になりましたね。あ、これ同じものなんですけど、同じもんだけど、あら、はい、モヤが見える。モヤ、うん、これも一般的にあまりこれ見たことない。ロールド、はい、雲が見える。そう、それでこれちょっとごめんね、今色変えてるね。ちょっと今調整中です。あ、なんかホワイトバランスでこれやって、はい、なんか本当空みたいですね。これこんな感じ。綺麗、はい、綺麗、すごいすごい、キラキラ。ちょっと、はい、こんな感じかな。そこでめっちゃ見えます。見えます。すごい見えてる。プロジェクターだから。あ、そうですね。これ見ると、はい、この歯の中のこういうね、はあ、こう黒いのがポーッとあるんでしょ、はい、これを金筋っていうんですけど、金筋、うん、本来はこういうのを見て鑑定するわけです。あ、この刀がいつぐらいの誰の作品ですか。ね、金筋の漢字は金に筋ですか。筋で大丈夫です、はい、あ、アップもできますね。ちょっとアップできます。すごい、あ、これはすごいですね。ああ、こんな感じ、いいですか。ああ、見える、すごい綺麗ですね。これがずっと先の方までいくわけですね。これが本当の刀の焼き場です。普段見てるのはあのさっき白かったのは研ぎで白くしてるんで、うんうんうん、みんなお化粧見てるだけです。あ、実態はこういうもんです。じゃあススピンの彼女とか。そうですね。面白いですね。境目のところが金筋ですか。いえ、違います。どの部分かちょっと分かりづらい。金筋ここですね。あ、ちょっと待って、ね、数字が見えるところ、違うのかな。この黒い部分、この黒い線ね。黒い線、これね、うん、はいはい、これが金筋。その奥の波々の線は何なんですか。これ、あ、いや、手前ですかね。あ、これね、これご理解いただけてますね。これが砂流し、この下方。砂流し、砂流し、砂を流す、砂を流すと書いて砂流し。砂流し金筋、はい、なるほど。こう来た時に、はい、これが焼きの頭ね、焼き頭。焼き頭。でこのちょこっとへこんだのが谷。谷。谷。あとこうやって白い棒ボッと入ってるこういうやつね。はい。ちょっとはっきりしてたかな。あ、ありがとうございます。みんな勉強してくれてすごい。うん。これがここに白いずっとつむじやりにくいな、白ここ入ってるんでしょ、はい、これを足と言う。足って体の足。そう、その足です。へ、ま
そういう呼び方ですね。うーん、あと先です、このパッて見た時に、うん、こう白いなみなみになってるじゃないですか、はい、それは何て言うんですか、うん、これこの、はい、こういうやつ、こういうパッて見えたやつの総称みたいな、これ焼き場、焼き場、焼き場、こっからこっち、これは刃先ですから、はい、こっちにかかってこの部分が焼きが硬く入ってきます。ただこういう足なんかは少し柔らかいんで、硬い硬い出来、あと柔らかい出来で衝撃を受けるわけですね。でもう一つはここにちょっとわかるかな、こういう白くなってる、はい、白い、ほんのり、これを映りと言います。あ、それで結局一回の焼きで硬いところ、柔らかいところ、それでまた少し硬いところっていうのを作っちゃうわけですね、一回の焼き入れで。それがまた作と、あの刀匠の技術になってる。この研ぐときに、その刃のこの、なんていうんですか、模様、模様とか作っていくんですか、はい、いや、違います。これはもう焼き入れたときに刀匠がもう作っちゃったんです。これは研いでももう何回か研いでも変わりません。よっぽど減らさない限りは。その出具合っていうのは調整できたりするんですか。でほとんどできないです、ね。あ、そうなんですか。もう最後の砥石使った時点でも出ちゃないと、 あとはほとんど見えないです。なみなみが波紋かと思ってます。あ、白いやつでしょ、はい、最初に見えた、はい、ですから、あの知ってる人だと美術館な、美術館なんかでもしゃがんで。質問コメントが1個来てます、はいはい、焼き入れの時に波紋を作るための粘土みたいなのを塗ったところですか。土置き、土置きです、はい、土置きってあります、はい、ですから、あの粘土を置いたところっていうのはゆっくり冷えるわけですね。砂なんとか思い出す、砂菓子です、多分砂菓子です、砂菓子そう、情報量多いですねちょっと軽く復習してもらっていいですか、ここがどこで、はい、みたいな、ここがどこ、まず、まあれだと私なんか書きますけどね私も分かんなくなってきて、難しい、難しいね。あ、これね、これね、さっきの、うんうん、はい、これが金筋、黒っぽい、黒っぽいのが金筋ね、金筋で、この下方の流れてるようなところね、これ紙ってありますか。紙、あ、なんかあるわ、紙は適当に使えるんですか。どうですか、ありがとうございます。紙ホワイトボードマーカー、あ、ホワイトボード、はい、でもマッキー油性ですけど、マッキーだからマーカーも気になくなった、マーカーもありますね、下の段に、はい、金筋、黒っぽいのが金筋、金筋、砂菓子、砂菓子使いにくい、これ金筋、金筋、これ金筋ね、筋、そうね、普通の筋、力、そうそうで、これが砂菓子、ニョロニョロしてるのが砂菓子、あとね、待って、砂菓子、砂の頭の砂菓子、あ、違った、砂の流れ、うん、で、砂菓子、砂菓子で、これが焼きの頭ね、ニョロニョロしてるのが焼きの頭、違う、ニョロニョロ、この違った、この部分が頭、これが頭、ポンって出てる部分、あ、なるほど、飛び出てるのが頭で、これがおそらく飛び焼きになってるでしょ、飛んでるから飛び焼き、飛んでるから飛び焼き、で、このグーッと下がってるところが谷、谷、よし、よくできました、あと足もあります、足もあります、足も、足も、めちゃくちゃよく切れそうですね。切れたと思う。今こんな感じですかね、できたの。これ、あ、そうか、これで見えるかな。この白く、刃の方に白くこうやって入っているやつね。入り込んでますね。これが足。尻、足、尻、新しい、ちょっと上すぎる、そうです、で、これ足が
はい、足なんだけどちょこっと飛んじゃってるんでしょ、はい、ずっとつながってないじゃん、はい、これが葉、葉っぱって書く、葉っぱで葉、うん、これも葉、葉っぱっていう字で葉、葉、うん、はい、こんな感じですか、そうですね、あとこのここに今白い焼きの薄いやつがあるのは、これが写りですね。写り、写り、写すってやつ。映写の絵。映写のこっちですか。そうそうそう。なんでこんなに名前がついてるんですか。そんだけいろんな変化があるの。模様は出したいと思って作るこんな感じみたいな。あと、あとは火加減で出ちゃう場合と出ない場合もあると。これがちょっと変わると切れ味が変わったりするんですか。切れ味が変わるかどうかは分かんない、それは分かんないです。じゃこれもやっぱりおしゃれっぽい。これはあのおしゃれっていうか作者とあとは鑑定する人の好みだと思いますね。じゃあデザインみたいな感じですか。そうですね、デザインですね。デザインとあとは補強ですか。そうですね、補強です。折れないように、ちょっと強さが、硬さが違ったりとか、硬さが違うから、いい色が、温度、いい足とかあるんですか。いい足ありますよ、いい足してますねみたいな。それは生足でしょ。生足こうやってさっき言った写りね、はい、上の方に出てる、はい、これがはっきり出てるのは、はい、いい刀ですね。あこれはいい刀、特にあの備前島にこういうのが多いです。備前島、備前島って何ですか。備前ってあの場所、岡山、岡山なんです。あのさっきの、はい、備前、さっきのこれこれ、はい、これ備前おさふね刀剣博物館の、はい、今ここに、うん、この夏のイベントの、はい、お知らせになります。見てるおさふねとか、はい、あそういうね、あのちなみに私のプロフィール写真もおさふね撮ってます。羨ましい。ここの古い刀にこういう写りとか、はい、そうですね。これ7月の今ちょうどやってる9月の19日までやってます。はい、あと1ヶ月ちょっと。備前おさふね刀剣博物館ですね、福岡。読めるかな。はい、コラボしてます。はい、本当ぜひぜひお好きな方は。白鸚、はい、ね、反応ありますね。はい、今ちょっとまとめでこういう風にちょっと書いてみました。はい、覚えてるかな？黒い筋が、黒いポチポチが金筋。ニョロニョロしてるのが砂頭。砂頭。砂頭です、ね。砂頭。その下の白いのが砂頭でしたよね。はい、でなんかポコッとしてるのが頭、はい、へこんでるのが谷、足が伸びてるのが足、ちょっとポンって取れてるのが陽で、はい、その全体を写してるのが写り。おお、よくできました。パーフェクト。なかなかね、ここまでこうじっくり見る機会もないし、ここまで多分見ながら普通説明ってなかなかやっぱしていただけないので、はい、いいですか。どうですかね、もう大丈夫ですか。そうですね、名前わかるけど、もう一回見たらね、はい、見分けられない。そうですね、これ実際に見て、うん、また難しいかな。本当は、はい、あの手で持って見てもらうのが一番いいんですけどね。でも実際の鑑賞会だと、やっぱ手で持って見れてもあんま喋っちゃいけなかったり、うん、聞けないから、その場でこうやって聞く機会でなかなかないと思うんですよね。後で言われてもその場でやっぱこう見れないと。反射光で見れるものなのですか。これですね、反射光、今いい質問で、実はこのライティングですね、今回特殊なライティングをしてもらってるんですけど、実は池田先生はこの特許を持ってらっしゃるんですね。このライティングの、ただこれだけなんですか。今のこのライティング特許を持ってるらっしゃる。そうなんですよ。多分それでこうやって生中継で波紋みたいなの多分世界初だと思うんです。すごいすごいすごい、本当にありがとうございます。皆さん良かったですね。おお、そうなんです、世界初ですよ。すごい、すごい。ありがとうございます、ありがとうございます。口に紙を加えてみるんですか。そう、それは作法として昔あったらしいんですけども、結局あのこうやって喋って唾が飛ぶ、唾が一番あの刀は錆びやすいんですね、うん、だから本来こうやって中身出てる時には絶対喋らない、うん、怒られますよね。刀剣会なんか行った時には絶対喋んないでください、うん、結構マスク渡されるとこもありますね。そうですね、はい、
なるほど。じゃあそこ行って一人で金筋とか言ったらやばいみたいな怒られる指差して指怒られますね多分ね錆びちゃうしね、はい、爪やじ持ってっても怒られます。あ、そうですか。金筋って言ってもそうなんですね。なかなか。ああ、そうなんですね。まあ爪楊枝出す人があんまりいない。びっくりそうです、ね、はい、何か質問とかありますか。もっとね、あのご覧の方でも。あ、さっきあった波紋なんですけど、はいはい、私これが波紋だと思ってた。そうですね、この波々みたいな。違うかったから、え、何が波紋なんだろうって今思ってます。結局ね、すいません、はい、じゃあ入れますね、これは。あ、そう、ちょっと、はい、じゃあ一回、はい、これだけしまって、また違うの出しますね。はい、まあ、これもいろいろね、特徴がその場所によったり作者によったり。だから切った後必ず拭いてたんでしょうね。そうですね、はい、痛みますよね。多分切らないですよ、もったいないから。だから高級品。そうですね、高級品。だから多分思われてるほど使わない人切らないですよね。もったいないですもんね。こういちいちまた研いで手入れして、大事な刀が痛むのをなんか多分嫌だったと思うんですよ。あ、またちょっとこれ違うやつ。違うやつね。おお、うん。これはね、これはいつ頃の刀ですか。これは江戸時代。江戸時代の、はい。あ、質問がすごくいっぱい来ましたよ。はい。すごく。まず研ぐのってそんなに何回もできなそうですね。そうですね。ヘリヘリってことですかね。っていうか、昔はほとんど使わないですから。なるほど。結局あのアメリカのフロンティア時代みたいに拳銃さえ持ってるんだけどすぐ使わないでしょ、喧嘩あったから。それとあと、あの人情沙汰っていうのはやはりご法度だったんです、うん、そうそうですよね。一番ご法度としてあの抜けなかったのが武士です。一回武士は抜いちゃったら収まりがつかないんですね。それだけでもあの例えば今警察で拳銃抜いたら始末書を書かれるように、昔の武士っていうのはあのそういう始末書じゃないけども結構怒られたらしいんですね。ただ一般の人もこういう脇差しっていうのは持ってたんで、その喧嘩の方、そういう一般の人の喧嘩の方が人情沙汰としては多かったらしいんです。そういう文書が最近出てきてるんで。あ、そうなんですね、はい、文書にもそういうのが残ってるみたいな。そうですね。あと一番多いのは包丁とかあの鎌倉は、うん、あ、日常的な。そうですね、うん、実際にあの、うん、脇差しさしててもやっぱり鎌倉で喧嘩しちゃう。日常に使ってるもので、使いやすいです。使いやすい。あともう一個、サヤにしまっていても錆びますか。錆びます。サヤにしまっていても錆びるんで、うんうん、あのちゃんと手入れをしていただいて。お手入れはやっぱり持っている以上はやはり、はい、ちゃんと高台につなげるためにもできればちゃんと手入れはしてほしいです。手入れってどのぐらいの頻度とかやるんですか。あの一番最初研いだとしたら、はい、例えば1週間2週間に1回は油の引き換えとか、それがだいたい半年とか1年続くと、あとは季節の変わり目くらいですか、3、4ヶ月に1回とか。じゃあやっぱりこう丁寧にする時期とちょっと間を置いて。そうですね、結局研いだばっかりっていうのはまだあの傷つきやすいし、ちょっとデリケートな。そうですね、例えよく例えられるのは赤ん坊の肌、あ、生まれたばっかりなんでちょっと傷つきやすいとか、やはり水使ってますから、どうしても錆びやすいですしね。手入れについて質問が来てて、はい、内子の手入れってどういう時にするの。内子これですね、このポンポンの。今日ね、さっきやってましたね、みんなは、おーって言いながら上に向かってる、ね、本番前にみんな、ちょっと感激しましたね。感激でしたね、はい、なかなかこれ見る機会もないと思うんですけど、この内子、はい、私は普段使ってるんです、すみません。ね、さっき池田先生がお手入れをしていたのが可愛くて、うん、はい、うちこ、はい、これですね、あのよくテレビとかドラマとか、はい、うん、これ中は何が入ってるんですかね。中はあの昔は、はい、あの砥石の粉ですね。まあ作り方結構大変なんですけど、ね、そうですね。この打ち粉っていうのは
使って、うん、ちょっとパフパフ煙出てます。金属っぽい匂いがする。そう、うん、ちょうど見えない。あ、ちょうど見えない。あ、カメラです。ちょっとカメラ、もう一回最初からもう一回ちょっと、そうですね、ちょっと残念だったの。はい、じゃあこうやってやるよ、ね、これ裏だから本当はこっちだからね。そうそうですね、難しいポジションです、はいはい、でこれで、はい、あの古い油を取るんですね。古い油を取る、あ、油を取る用の手入れ。そうです。なるほど。で古い油を取ってまた新しい油を塗る。そうですね、こうやってあの見てから干渉してから、でまた新しい油を引く。なんか中華鍋的なやっぱ 鉄製品ならではみたいな。そうですね。あとこれはカメラのところ、まあ、こういうふうな、はい、そう、錆止めみたいなイメージで合ってますか？錆止めではないです、うちこは。うちこは古い油を取る、油を、古い油を取ってまた新しい油を塗るためのということですね。錆止めの効果は特にない。錆止めは効果はないです。ないそうです。なるほど。ないです。ないです。それとこれは、はい、あ、じゃあカメラを切り替えますか、うん、はい、油をするのはどうしてですか？錆びないためです。こっちの方が錆び止めって感じですね、油がね。油が錆び止めです、はい、要するにあの空気を遮断する感じですね。そうですね、酸化を防ぐって感じ。あ、すごい文字が、あ、これは中子の方ですね。そうですね、持つところに名前を、はい、先にこっちが作者、そうですね、あの要するに普段作者塚の下に隠れてる中子という部分ですね。作家さんの名さんの名っていうのが多分こういう名が武蔵です、はい、これ家紋が入ってます。あ、家紋が入ってる。横向きでごめんなさいね、縦にするとちょっと危ないんで、家紋が入って武蔵だから江戸です、東京です、ね、東京に住んでいる武蔵の国ですね。そうです、東京に住んでいる宝生、能の宝生らしいです、はい、これは宝生流の宝生藤原宗春。この家紋は鍛冶屋さんの家紋ですか？そうです、名前です。作った人の名前です、ね、作った人の名前です、ね、持ち主の家紋ではない。持ち主はまたこうやって反対側に書いてあるんですけど、それとここ同じここにね、三道密道落とす縦割りって書いてあるんですけど、はい、これは人を切った試し切りですね。あ、試し切りで、はい、ここを切っ、密度っていうのは、はい、多分あの密、この三と銅の間に「つ」が入ると銅を三つ重ねてるんですけど、これは三銅ですから、ちょうど、場所があるんですよね。一の銅がただ脇の下かなのかな、で多分胃のあたりだと思うんですけどね、ちょっと帰って調べないと分かんないんですけど、刀の性能を試すために人の体を切った。そうです、はい、結構クレイジーですね。確かに、誰実際多分罪人だと思います。あ、こういうことですね。3つの、こういうの、つが入る、こういうことですね。これが入ると銅を3つ重ねたこと、で入らないと3の銅、武士です、場所です、場所です、はい、こういうことです。刀って基本的にじゃあそのお渡しする前には代理人の方でちょっとお試ししてから、あ、それはあの人によってですね。あとこっちに、あ、そうですね、はい、これが持ち主、鎌田さん。蒲田ってあの江戸蒲田って言って大田区でしたっけ、蒲田、はいはい、あそこにいた人です、はい、この蒲田さんが依頼して
私は人を切った刀でがいいですって言ってだから切りましたってことですか。そうですね。かこの鎌田さんが切ったかちょっとその辺は分かんないです。試し切りで罪人ぶった切って品質保証かって感じ。そうすごいですね。はい、まあこういう、そうですね、要するにその作者の名前とかがその中子って言われてるところに名としていろいろ情報が入ってるところですね、刀をね。これだと最初に 見てもこの研ぎは差し込み研ぎって言うんですけども、そのまま見えるでしょ、刃文が、これ差し込み研ぎで、やはりでも刃の中っていうのはこうやって光を当ててみないと見えないんですよ。じゃあ刃文はこの 刃のバーって入ってる模様でいいですか、はい、これは刃文ってことですか。金筋とかではなくて金筋も入ってるんですよ、さっきのこういう黒いのがあるんですよ。あと足も見えるんですよ。ただこうやって置いてあるだけじゃ足とか見にくいので、まあ、こうあると確かにそうですね。やはり光をちゃんと当てないと刃の中の変化っていうのは全然見えないわけです。どの位置を示して刃文っていうふうに思うんですか。これも刃文です。この白い全体的に全体が刃文で、刃の模様って言ったら刃文、その中に金筋とかがあるよっていうもの、そうです。そういう変化があると変化があってそれが見てきる、はい、実際に使われることがあまりなくなってもやっぱり人切り包丁なんだな。人切り包丁なるほど、はい、あと4分だそうです。はい、はい、あと何かこう質問とかありますか。結構ね今回はあの割となかなか見ることができないものを、はい、見ていただけたと思います。はい、本当に池田先生ありがとうございます。1回の研ぎで何時間くらいかけるんでしょうか、質問最後に。研ぎはだいたい刀一振りがだいたい10日から2週間ぐらいです。やっぱり結構時間、ね、私も1回研ぎのを体験したことあるんですけど、 すごく感覚的というか、そうですね、目で見て分かるものじゃないじゃないですか、はい、すごい精密な、ね、あの、まあ、でも慣れですからね。だからなおさらそういうのってこう人にマニュアル化できないというか、難しいのかなって結構その時も感じなんですよ、教えられたのがこの感じって言われて、うんうんって、あっていう、結構ね微妙な、こんな感じで見ていただければ、これが本当の刃文ですよってことです。これが刀を見るときの一番重要な場所ですね、はい。これを覚えておいてください。はい。はい、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあ、こういういろいろ実際にまたこういろんな見える、鑑賞会。